感動的、商人の鏡、虎谷17代の休業挨拶文称賛相次ぐ。老舗和菓子店、虎谷のホームページに掲載された文章に、称賛の声が相次いでいます。書いたのは、虎谷17代の黒川光弘社長。本社ビルの建て替えに伴い、本日7日一帯で、赤坂本店の営業を一時休止することを知らせる内容ですが、ネット上では、商人の間、鏡、顧客と丁寧に向き合わないと書けない文章と話題になっています。創業は 室町時代後期、虎屋の創業は室町時代後期。京都で菓子屋として始まり、御所にも菓子を納めていました。現在は、首都圏や京都、大阪、福岡の百貨店などに80店舗を展開。パリにも出店しています。黒川社長は東京と生まれ、学習院大法学部卒。91年に17代に就任。全国和菓子協会の名誉会長も務めています。虎屋のホームページに、 赤坂本店の休業を知らせる17代黒川光弘より赤坂本店をご愛顧くださった皆様へと題したメッセージが掲載されました3日と空けずにご来店くださり決まってお汁粉を召し上がる男性のお客様毎朝お母様とご一緒に小型洋館を一つお買い求めくださっていた当時幼稚園生でいらしたお客様ある時お一人でお見えになったので心配になった店員が外へ出てみるとお母様がこっそり隠れて見守っていらっしゃったということもありました 車椅子でご来店くださっていた100歳になられる女性のお客様入院生活に入られてからはご家族が生菓子や東をお買い求めくださいましたお食事ができなくなられてからも弊社の東を崩しながらお召し上がりになったと伺っていますこのようにお客様と共に過ごさせていただいた時間をここに書き尽くすことは到底できませんがお一人お一人のお姿は強く私たちの心に焼き付いていますネット上で称賛相次ぐ このメッセージに対し、ツイッターなどで、称賛の声が相次いでいます。商人の鏡すぎる、すべての広報担当者は読んでおきたい名文書、深みのある文書。これぞブランド、すごいコンテンツだ。歴史が違うわ、虎屋さん、新しいビルができたら買い物に行こう。取材をお願いすると、この件について、虎屋に取材をお願いしたところ、広報課から以下のようなメールが送られてきました。この度は取材のご依頼ありがとうございました。赤坂本店休業にあたっての社長の思いは、 ホームページに掲載したメッセージにすべて込められております。たくさんの方に、休業にあたっての挨拶文をお読みいただき、黒川も、大変ありがたく感じております。大変ありがたいお話ですが、この旅はご辞退させていただきたく存じます。本社ビルの完成は3年後の予定です。黒川社長は、ホームページの挨拶文を以下のように結んでいます。ゆっくりお過ごしになる方、お急ぎの方、外国の方、などあらゆるお客様にとって、さらにお使いいただきやすいものとなるよう考えています。 新たな店でも、たくさんの方々との出会いを楽しみにしつつ、これまでのご愛顧に、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。ネット上のコメント。長く続く名店には訳がある、と思わせる挨拶文。なんか、感動して涙が出た。お客一人一人を、大切に思う気持ちももちろんですが、トラヤのようもモナカも美味しい。季節のご挨拶によく使うが、箱が、丈夫なので、モナカも崩れていない。 内容はもちろんですが、丁寧な日本語って、やはり綺麗で気持ちがいいなと思いました。最近、流行りの上辺だけのものとは違う、本来のおもてなしの心を見た気がします。改装オープンが楽しみです。誠実が伝わってくる。お菓子が美味しいのはもちろんだけど、箱の袋も立派でしっかりしてるので、至るところで大活躍します。さすが老舗の名店ですね。我が家も、ドラヤさん大好きで思い出もありますが、この記事を読んで、これからも買いたいなと思いました。まさに、老舗の鏡。 赤坂の一等地で、今までビルにしないで頑張ってきたのはすごいね。商売って、新製品がどうの話題になればどうの、テレビや雑誌に取り上げられれば、どうの若い子に受ければどうのじゃなくて結局。人対人。これなんだよね。意図的なブランド戦略やマーケティングに精を出すのもいいが、こういう姿勢がブランドを築き上げていくんだということに、もう一度気づくべき。見たか、千葉吉兆よ。これが老にというものだ。愛される理由がよくわかる。内容もそうだが、文章が美しい。 難しい言葉は使ってないけど、真似は難しいよこれ。この気持ちがジャパンブランド。ワタミやユニクロ、最近では、アリさんマークの引っ越し者の代表に読ませてやりたいね。さすが、です。心から、そう思う。洋館って、本当は美味しいよね。もっと評価されてい,い